然。いや、突然何を。どうせお前なんか俺より先に死ぬやん。なんちゅうこと言うねん、お前は。いや、まあまあそうと限ったわけではないけどね。でも絶対お前そうなるから、お前の葬式でピンネタやりたい。何がしたいねん、お前は一体。え、俺の葬式でピンネタがやりたい。一回から見といてくれ。なんじゃこいつマジで。どうもー。始まったよ、おい。生前木澤君とコンビを組んでた甲斐です。お願いします。頼むな、ちゃんとやってな。じゃあ早速ネタの方を始めていきます。ああ、もうせっかくやからネタやれ。お前はショートコント、結婚式。妊娠やな。結婚でめでたいということでこの魚をあげましょう。めでたいやからタイや思ったらヒラメかい。まあ、こんな感じなんですけど。やばいやばいやばい。え、お前ピンネタおもんなさすぎるって。まあ、今のは木澤君にもらったんでそら滑りますよ。最悪や。滑ったの死んだやつになすってるやんこいつ。でも隣にね、相方がいてくれてたら何とかなったんかなとか思いますけど。ああ、まあそう言ってくれたらね、僕も鼻が高いですけれども。ということで今度コンビ組むんですけど。コンビ組むんかよ、お前は。木澤君のお母さんとリズムネタやろうかなって。待て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 、おい。なんやねんこれ、もうむちゃくちゃやないか。これやらしてくれ。やらすか、もうええわ、飛ばしたら。